転職相談ならマジキャリ。今担当してくれてる転職エージェントが信用できない。どんな業界や職種に向いているかわからない。転職活動のちょっとしたその不安、そのままにすると一生後悔するかもしれません。今の転職活動に少しでも不安を感じたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。内定承諾の際にこれをしてしまうと、せっかくの転職活動が水の泡になってしまうかもしれませんよ。滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は内定承諾の際に絶対にやってはいけないこと5選について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。皆さんは内定承諾の際にやってはいけないことをご存知でしょうか？転職活動を通じて志望する企業から内定をもらった時には嬉しい反面、本当にこの会社で良かったのだろうか、新しい会社でうまくやっていけるのだろうか、などといった不安を感じることもあるかと思います。このように、実は内定を取ることだけがゴールではなく、その後の承諾期間も転職が成功するかどうかを左右する重要なポイントなんです。もし承諾するか決める際に、皆さんが意外と知らないやってはいけないことをしてしまうと、せっかく内定をもらったのにもかかわらず、やっぱりこの会社に行くのをやめておこうかなと不安に思ったり、入社後にこんなはずじゃなかったのにとギャップを感じて後悔してしまうことになりかねません。そこで今回は、内定承諾の際に絶対にやってはいけないことを5選についてご紹介していきます。早速になってしまいますが、結論からお伝えすると、信頼できる人に相談する、内定先の企業の情報収集を延々としてしまう、グッド項目の平均点だけで選んでしまう、転職サイトの口コミを当てにしてしまう、青い鳥探しをしてしまうの5つがやってはいけないことになります。え、どういうこと？グッド項目の平均って何？と思われる方もいらっしゃると思いますので、本編でその内容を詳しくご紹介していきます。それでは内容に入っていきます。内定承諾の際に絶対にやってはいけないこと、1つ目は信頼できる人に相談することです。転職先を決めるというのは自分の人生に大きく関わる重要なことなので、ついつい誰かに相談したくなる方も多いかと思います。しかし、このような時に親や友人などといった自分の信頼できる人からのアドバイスを鵜呑みにしてしまうことは、実はとても危険なことなんです。もちろん自分の信頼できる人にアドバイスを求めること自体は決して悪いことではないんですが、信頼と一口に言っても、人として信頼できることとキャリアの専門性に関して信頼できることはしっかり分けて考えることが大切です。この人とは仲も良いし、人としても信頼できるという理由で意思決定のアドバイスを求めてしまうと、その人が転職やキャリアに対して十分な知識がない場合、相談したとしても有益な情報が得られないだけでなく、かえってその人の主観に基づいた間違った情報を受け取ってしまう可能性もあるでしょう。ですので、内定先の企業が自分の理想とするキャリアを歩むのに最適かどうかを相談する際には、転職エージェントやキャリアコーチなどのキャリアのプロにまずは相談し、そこから得た情報や知見を踏まえて内定承諾をするかどうかを判断するようにしましょう。内定承諾の際に絶対にやってはいけないこと2つ目は、内定先の企業の情報収集を延々としてしまうことです。このように聞いて、これから入社する会社なんだから情報収集はすればするほど良いんじゃないの？と思われた方もいるかもしれません。確かに企業の情報を集めること自体は良いことなんですが、必要以上に口コミサイトを見たり、企業の方と面談をして情報を集めようとしても、意思決定する際のキャリアの軸が定まっていなければ、たくさんの情報に翻弄されてかえって混乱してしまうなんてことになりかねません。ですので、内定後に本当にこの会社で大丈夫なのかなと不安に思ったら、自分のキャリアの軸を明確にした上で企業の情報を集めることが重要なんです。キャリアの軸を見つけるためには、自分の過去の経験を振り返って、どのような価値観のもと意思決定してきたのかを自己分析すると良いでしょう。そのようにして自分が大切にしている価値観を抽出できたら、それらに優先順位をつけてください。そうすることにより、内定先の企業が自分の大切にする価値観に合うのかどうかを明確な基準で判断できるようになります。
このように企業選びの際の明確な判断軸を作れるようになれば、意思決定する際に足りていない情報が何なのかということを整理した上で情報を収集できるようになるので、たくさんの情報を得ることができたけど結局その会社で良いか判断できないなんてことにならずに済むでしょう。内定承諾の際に絶対にやってはいけないこと3つ目は、グッド項目の平均点だけで選んでしまうということです。グッド項目という言葉に聞きなじみがない方も多いかと思いますが、グッド項目とは世の中で一般的に求職者が求めている条件のことを指し、例えば給料や残業時間、勤務地などが挙げられます。実はこのような条件をもとに内定承諾するか決めようとしても、働く際にはほとんどの人が重視する項目であるため、内定をもらった後に入社を決断するタイミングで改めて条件の確認をしても意思決定の役に立たない場合が多いんです。それに加えて賃金や労働時間などの雇用条件のみを転職先選びの軸にしてしまうと、入社後に労働条件が変わった場合にモチベーションを維持できないリスクもあります。そのためグッド項目だけで内定を承諾するかどうか決めるのではなく、事業内容や経営理念を踏まえ自己分析を通じて明らかにした自分の理想とするキャリアをその会社で歩めるかどうかで判断することで、後悔ない選択をするようにしましょう。転職活動中のそこのあなた、志望業界職種への合格率気になりませんか？概要欄の LINE に登録していただければ、 LINE 限定の市場価値診断が受けられます。診断ツールを使えばたった1分であなたの市場価値、志望先への合格率も分かります。他にもキャリアに関する有益な情報を発信しているので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。内定承諾の際に絶対にやってはいけないこと4つ目は、転職サイトの口コミを当てにしてしまうことです。転職サイトの口コミは企業に関する貴重な情報が得られる一方で、匿名性による偏った意見が存在するケースも多く見られます。例えば広告や宣伝のためにいわゆる桜を利用して意図的に高評価を増やしたり、転職サイトが企業から掲載料を受け取ることでマイナスの口コミを削除して高評価のコメントだけを残している場合もあります。またそれとは反対に、その企業に個人的に不満を持っている人が意図的に悪口を書き込んでいることも考えられるでしょう。このように口コミは転職サイトの利用者からの貴重な情報を得られて便利な一方で、情報の信憑性が乏しい部分もあるので、全ての口コミを鵜呑みにしてしまうと偏った情報を信じて転職した結果、こんなはずじゃなかったのにと後悔してしまうなんてことになりかねません。そうならないためにも、転職サイトの口コミが正しいかどうかを判断する方法として、具体的な体験談があるかどうか確認することを意識するようにしてください。口コミの内容が抽象的であったり、どのサイトにも当てはまるような内容であった場合、実際にその会社の人ではない人が投稿している可能性が高いので、口コミを確認する際には、投稿者が実際に経験したことであるかや、具体的な事例や体験談であるかを確認することが重要です。内定承諾の際に絶対にやってはいけないこと5つ目は、青い鳥探しをしてしまうことです。青い鳥探しという言葉に聞きなじみのない方も多いかと思いますが、青い鳥探しとは内定先が決まったにもかかわらず、自分にはもっと良い会社があるのではないかと理想の職場を追い求めて転職活動をやめられないことを指します。確かに世の中には数多くの企業があるため、転職活動をし続ければもっと自分に合う企業があるかもしれないと思う気持ちが湧いてくることもあるかと思います。しかし自分の中に明確な判断軸がないまま、いつまでももっと自分に合う企業があるのではないかと情報収集を続けていても、理想の会社に出会えることはないでしょう。そうならないために重要なのが、転職先に求める条件に優先順位をつけて企業選びを行うということです。自分にとってこれは譲れないという条件に優先順位をつけることによって、納得感を持って企業を絞り込むことができます。優先順位をつける際のポイントとして、1、企業への共感、2、仕事内容の魅力、3、社風や人間関係、4、福利厚生や勤務条件、研修制度の充実の4つの観点で、どこを最も重視しているのかを考えていきましょう。
具体的な希望条件を洗い出す際には、どこが譲れない点で、どこか妥協できる点なのかを整理していくと、自分に合った求人を見つけやすくなるでしょう。いかがだったでしょうか。今回は内定承諾の際に絶対にやってはいけないこと5選について紹介させていただきました。転職活動に成功し、志望度の高い企業から内定をもらったのにもかかわらず、本当にこの会社で良いのかなと不安になったり、実際に入社した後にギャップを感じてしまって、内定承諾しなければよかったと後悔してしまうのは非常にもったいないですよね。このようなことを避けるためにも、自己分析を通じて自身の強みや価値観を明らかにすることで、転職先を決める際の明確な判断軸を持つことが重要なんです。ただそうは言っても、自分一人で自己分析から企業研究まで行い、転職先を決めるのに不安がある、自己分析をやってみたけどどんな企業に行くべきかまでは明確にできないという悩みを感じている方もいらっしゃるかと思います。そのような方のために、弊社はマジキャリというキャリアコーチングサービスを提供しています。自己分析や転職相談はもちろん、キャリアの悩みは何でもキャリアコーチが本気で向き合います。現在初回60分無料で、キャリアにまつわるご相談を受け付けておりますので、ぜひ概要欄の URL を覗いてみてください。この動画が良かったと思う方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマがある方はコメント欄にて教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。